らしい、ビエナが溜めます。周囲を目を配らせながら中村健吾、さらには前のところチャンスだ、これは入れるか、切り返してシュート、見事、うまかったですね、この力です、これは見事 FC リオ点差を広げて5対3、ちょっとなんでしょうね、鹿島戦の中盤以降に、神戸が似てきてしまった感じがあるんですけども、奪いに行く気持ちはあるんですけど、ただこう整備されているようには見えないんで、どうしてもこうギャップができてしまったところを全部使われて、まあ、侵入されて、対応が5点になるのでどうしてもこうかわされてしまうっていう形での、まあ、失点でしょうね。ただまあ川崎のやっぱ先に相手を動かして動いたところのスペースを見つけてこうボールを受けて運んでいくっていうところはやっぱ彼らすごく上手ですから、まあ、もちろんその